今夜もこんばんは。今夜も可愛い世界ファッションと癒されるミラクルの声、シェンシルさんのお茶、今夜もご覧になっていただきましてマジありがとうございます。ありがとうございます。ですね、今夜も張り切って素敵なコーデ&例のあれをですねやっていこうと思ってるわけなんですけども、やっぱりね最近のお話から入ってまいりたいですよね。最近のお話だとですね、まずはやっぱり今ね画面にすでに映ってると思うんですけども、こちらのねイヤリング、こちらですねギフトさんでいただきましたよ。マジありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、いや本当にありがたいですね。ギフトさんをですねいただけるのはすごくね嬉しいんですけども、それよりもね嬉しいことが、一緒にねメッセージがね来るじゃないですか。今回はですねいつも楽しく見ています、そして癒されていますって、書いてあったんすよ。いやめちゃくちゃ嬉しいっすね。今日見てくれていますか、癒されてくださっていますか、全力で癒してあげますからね。今日も頑張ってましたね。いつも頑張っていて本当に偉いぞ。そんな感じでですね全力で癒してまいりますんで、これからの動画もねぜひねチェックしてくださいね。最近だとですねそういうあの癒し系なこうコンテンツっていうか、こう音声というか動画になってくると思うんですけども、いよいよですね私のこのチャンネルもですねショート動画にね挑戦していこうと思ってるわけなんですよ。今ですねアップされてる頃には多分第1弾がねアップされてると思うんですけれども、動画をですね縦長にしたりとか、あと1分以内にしたりとか、あとねショートっていうねタグをつけるとショート動画で、こう認識されるらしいの で、 です、ね、そのテストもあってね、こう第1弾がねすでに上がってると思うんですけども、いやーちょっとショート動画になってるといいんですけどね。同じでですね見てくださったあなたを癒したその後は例のあれ限定ガチャの方もやってまいりましょう。さあ、シェンシルさんでは最新の可愛い、最新のセクシー、そして最新の綺麗が、もうね、光の速さちょっぱいでやってまいりますから、すぐね、引かなきゃなんないっすよね。というわけでですね、素敵なガチャの数々をさらっと拝見させてもらってから引いてまいろうと思っております。で、1個目が、知るな。届かない思いが届くまでに。ねえ、いや、私も思いを伝えたい。そんな青春を送りたかった。なんすけどもね、私、あんまりそういう、なんだろうね、青春的な、こう、ロマンス的なことって、全然ないね、人生を送ってきましたんで、本当にね、なんかこう、大人になってからね、そういう感じの青春羨ましいなって、ね、思うようになりましたね。恋愛事もそうなんですけど、スポーツ的なもの？ね、こう、スポーツ的な青春ってあるじゃないですか。私ね、スポーツ系でもなかったので、ねえ、その反応がね、今ね、スポーツ系のアニメに、ハマりがち。バレーボールの漫画さん、アニメさんとかね、バスケットの漫画とかね、ねえ、いや、あと自転車競技とかの、いや、話が好きですね。ですね、寄り添い花桃の香り、香水瓶も春うらら、パンジーポイズン中毒って感じになってますね。へえ、いや、今回どれ引いていこっかな。今回は、知るな、届かない思いが届くまでに、こちら引いておりますかね。ねえ、いや、要はまさにですね、卒業入学シーズンという感じ。このですね、アップしてる頃には、もう懐かさん卒業式は、うち終わっちゃったよ、みたいなね、方もいらっしゃるかもしれない感じはあるんですけども、ちょっとね、遅れ気味で引いておりましょう。それではですね、今回引かせてもらおうと思ってるガチャは、知るな、届かない思いが、届くまでに。ねえ、こんな感じのね、ガチャになってるんですけれども。いやー、まさにね、卒業シーズンって感じのガチャっぽそうっすね。ちょっとですね、すでに気になってるのは、メガネアイテムがあるんですね。ねえ、いや、新しいメガネね、最近当たってないんですよ。スチームパンクのガチャがね、前あったと思うんですけども、あれ以来ね、メガネのアイテム当たってないので、いや、今回ね、メガネ欲しいっすね。そうですね、素敵なガチャアイテムの数々をさらっと拝見させてもらってから、引いてまいりますか。そうですね、今回の1個目は背景になるっぽいっすね。へえ、いつもアイメイクなんですけどもね、花が散る前の思い出のコート、いや、いいっすね。これあれっすよね。卒業式も終わって、最後のホームルームみたいなのも終わって、ねえ、もういよいよね、この学校出たら、もう本当にね、卒業みたいな、そういう時にこう振り返って見る桜みたいな感じなんすかね。これまでの思いが蘇ってきますよね。しかもですね、こんな満開の桜だったら本当にね、たくさんの思い出が蘇ってくると思うんですよね。この動画を見てる君も、思い出たくさん。蘇ってきましたか？続きまして、アイミクですね。思いを届けたい愛って感じなんですけれども。いやー、もうなんだろうね。思いをこう届けるぞっていう決意のこもった愛って感じなんですかね。ねえ、いやー、ちょっとね、意志の強さを感じる、そういうね、アイミクですね。そして続きまして、ヘアスタイルになりますね。あの頃、ヒヤヒヤした桜ボブって感じなんですけども、いやー、髪型でヒヤヒヤしたってことは、髪型検査ですか？いや、このラインまだ大丈夫じゃないみたいな感じなんですかね。しかし、アウターアイテムになるんですかね。思い出の制服ジャケットって感じなんですけど、結構アニメとか漫画のこう学園ものって、制服がね、可愛いことも多いんですけども、ワンピース的なのに、丈の短いジャケットみたいな制服ってあるじゃないですか。いやー、ああいうのってさ、めっちゃ可愛くないですか？あ、私もね、そういう制服の可愛い学校に通いたかったっすね。レッサルサインはスカートアイテムになるっぽいっすね。
思い出の制服スカートって感じなんですけどもね。いや、スカートか、こうスカートも結構種類ありますよね。制服スカートって言ってもね、この紺色の地味なカラーのスカートとかだったりすること多いと思うんですけど、こういうですねチェック柄の可愛いブルーのスカートだったらよかったなってね、思うとこもありますよね。そしてここからはですね、 R になりますけども、 R はですねさらにさらっとご紹介させていただきたいと思います。青春を刻むシャツ、ラブレターを入れたカバン、風を待っているベレー帽、卒業式のネックリボン、卒業証書、丸カンかな、丸カンじゃない気はするけどな。今回大注目の別れたくないメガネ、さよならを口に出せない、桜マイチェルローファー、卒業式のスクールソックスってなってるっぽいですね。へえ。というですね、今回もどのアイテムが当たってほしいかなってアイテム選んでもらいたいんですけども、さあまず SR はねどれが欲しいかなって感じなんですけども、いやー今回はね背景がこっちですね。ねえ、いや春っぽい背景マジでね欲しいっすね。そして R アイテムどれが欲しいかなって感じなんですけれども、 R アイテムはねもう冒頭に言った通り今回はねメガネが欲しいです。本当にメガネ当たってほしい。そして夏香さん、そうはいつもこの辺のアイテムが当たるとじゃないってアイテム、こちらもね選んでもらいたいんですけども、今回ねこちらのね卒業証書のなんだろうね、丸筒丸缶かなねー、これだと思いますね。夏香さん今回読めなかったからこれあげるよみたいな感じの読み方、ちょっと検索しといてみたいな感じでいただける気がするんですよね。というわけでですね、今回も3回引いておりますんで、この動画をですね今ご覧になってくれてる君も何が当たりそうかなとちょっとですね様子を知ってみてください。それじゃ3連続でいきますからね。3、2、1、さあ1回目で、ね、台できますね。お、これはなんだろう、アウター、お、ソックスですね。グズグズするな、とっとと着替えてこい。あたし、可愛いスクールソックスゲット。それ靴下まで高速で決まってるパターンっていうのもありますよね。ねえ、こう白か紺、もしくはあんま派手じゃないやつみたいな。いや、靴下の色までこう決める必要ってあんのかな。それじゃあ2回目も引いておりますかね。2回目何行こうかな、台できますかね。お、2回目バックってなんだろう、筒じゃないこれ。お、筒ですね。めっちゃ可愛いと思う。卒業証書のなんかこう、丸筒ゲット。やっぱりね、先週さんからいただきましたよ。夏香くん、正しい読みはしっかり調べておこうなって、感じだと思うんですよね。調べておきます。それで、ラスト3回目も引いてもらいますかね。いやー、3回。いや、今回はね、多分 SR 出ないと思うんだよな。いやー、でもせめてメガネ出てほしいな。メガネを目指してですね、最後は恋で引いてもらいますかね。さ、メガネを、いや、これメガネじゃないんじゃないこれ。お、バッグですね。何それすっげえ。どうぞ、ラブレターを入れたカバンゲット。いやー、てかラブレターか。もらったことないなー。いやー、私もね、なんかこう、お手紙いただいてみたいですね。やっぱりね、お手紙ってメールとかメッセージよりね、こう、ダントツでね、思いがこもってると思うんで。ねー、いやー、一生に一回そういうのね、もらってみたいっすね。そうだと思いました。いや、今回もですね、R メインの回って感じだったんですけども、いやー、本当にね、何パートか前にも言ったんですけど、私ですね、今年の運気が5月からじゃないとこう、盛り上がんないみたいなね、占いは年初にいまして。ねー、いや、今んとこで占い通りになってんだよな。今のね、運がない状態が、占いがね、当たってる状態だとすると、5月から本当に、楽しみですね。ねえ、本当に早く5月になんだから。あとはこちらになりますね。こちらはですね、私の先週さん内でのプロフィールになっておりますんで、よかったらですね、フレンドさんにもなっていただけませんか。YouTube で毎日選手やってる夏香です。よかったら動画を見てみてね。そして、チャンネル登録もよろしくね。マジ、よろしくね。お友達も誘ってよろしくね。そんな感じです。私はまた、次の動画、いやさ、次の夜に、またお会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた次の夜に。